2017年に創設された、欧州選抜 vs 世界選抜のチーム対抗戦、第6回レイバーカップ、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー、9月22から24日、室内ハードコートの大会2日目が終了し、世界選抜が欧州選抜に対して10対2と大量リードを奪った。第6回レイバーカップ2日目のダブルスで勝ち星を挙げた世界選抜のオジェアリアシム、シェルトン組、 この大会は3日間にわたって5つのセッションが行われ、チームが勝つためには13ポイントを獲得する必要がある。各試合の勝利は金曜日が1ポイント、土曜日が2ポイント、日曜日は3ポイントの価値を持つ。イギリス・ロンドンで開催された昨年の第5回大会では世界選抜が13対8で勝利を収め、欧州選抜の5連覇を阻止して大会初優勝を飾っていた。大会2日目、 9月23日、試合結果。欧州選抜2の10世界選抜。0セッション黒丸アンドレールブレフ。ロシア、2、66月7日、3、勝者テイラーフリッツ、アメリカ、勝者キャスパー・ルード、ノルウェー、7月6日、6、6、ニクロマルト・ミー・ポール。アメリカ、ナイトセッション黒丸ホベルト・フルカチュ。ポーランド、5、73、6勝者フランシスティア・4、アメリカ、 クロマルホベルトフルカチュ、ガエル・モンフィス、ポーランド、フランス、5、74、6勝者フェリックス・オジェ・アリアシム、ベンシェルトン、カナダ、アメリカ。